西伊豆の戸田です。でこの港町を深海魚で元気にしたいと活動を続けている女性がいます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。沼津市の戸田は深海魚の港です。駿河湾から次々と魚が引き上げられます。去年地域おこし協力隊員だった青山さんはコロナ禍で苦しむ漁師を応援するために直接家庭に深海魚を届けるサービスを始めました。市場に着くタイミングと同じタイミングで食卓に並べたら素敵だなと思って、深海魚を食べるだけでなく標本としての販売や観光にも広がる。青山さんの活動は志津銀企業家大賞の一つを受賞しました。地域おこし協力隊を卒業した後も引き続き戸田に住んで活動しています。注目したのは深海にいるオオグソクムシでした。夏場のトロール漁じゃない筒の漁でオオグソクムシがいっぱい取れるっていうのを聞いて、オオグソクムシで町おこしができないかなと思ってた時期に、鯉のぼりを作らないですか、作りたいけど何か案がないですかって言われて、その時にオオグソクムシを提案したんです。深海魚の魅力を発信してきた青山さんは、美しく豊かな静岡の海を未来につなぐ会から静岡の海 PR 大使の一人に任命されました。深海魚は限りある資源で、だんだん魚の種類も減っていってるというのが現実です。やはり海をきれいにして、そういう深海魚を守っていきたいなと思っております。 PR 大使の仕事は SNS で静岡の海の魅力を広めることです。第1回はオオグソクムシのぼりについて投稿しました。これからも継続して戸田を深海魚で盛り上げていきたいと思います。今後は古民家を買って深海魚のテーマパークみたいにできたらいいなと思っています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。